あの信原さん出てらっしゃるじゃないですか、前回出た、はい、彼あの自転車で一昨日昨日ぐらいまで名古屋にいたじゃないですか。名古屋にいたんですね。え、そうですよね。その全員知ってると思って話さない方がいい。そうですね。あの購買吉井蔵の自転車旅をされてる方ですよね。そうなんですね。やっぱパンちゃんはやっぱあのブレーキングダウンのことやっぱ好きなんですね。あ、好きですよ、はい、よく調べてますね。ミクルさんやめてくださいね。ミクルさん何か振ろうとしてくるから。いや何がすか。そうなんです、はい、選手のこと、いやもう全員選手のこと見てるんですけど、はい、で自転車旅をされてたので足の疲労めっちゃ溜まった状態で出るのかなっていう疑問で今回大会決まってるので、はい、以上です。 なるほど。中身なさすぎでしょ、なんか。すいません。まあ、パンちゃんとってもあのマイペースな方だっていうのがよく分かりました。はい。うわ、どうだ。